はい、奈美さん、お疲れ様です。舞姫大学の、まあ、なんとか講義でございます。今日はね、雑談まがいなんですけども、日曜日、月曜日、火曜日とね、3日間連続でスーパーに行ってきました。それぞれ別のスーパーを使ったんですけども、日曜日はね、ちょっとこう買い込むことがあって、カゴいっぱい、まあ、カゴ2杯分になったんですよね。で、カートを押して、レジでこうね、精算したんですけども、最近はセルフレジなんですよね。まあ、セルフレジの方が私はね、すごくいいなと思ってるんですけども、これがですね、なんと、会計がね、9000数百円になったんですよ。もう1万円近いですよね。ああ、結構買ったなと思って、で、翌日も必要なものがまだあったんでね、今度別のスーパーに行ったんですよ。まあ、そこはね、なんで冷凍食品が安いところだったんで、そこで買ったんですけども、2日目はね、4700円ぐらい、5000円ぐらいしたんですよね。ああ、結構買ったなと思いましたね。で、水曜日行きますと、5700円ぐらい。だから3日間でね、スーパーでですよ、2万円ぐらいの買い物なんですよ。ちょっと結構ね、金額いきますよね。で、我が家は別に大飯ぐらいはいないはずなんですけども、まあ、このぐらいかかってくるんですよ。まあその代わりもう今週は早々行くことはないかなっていう気はするんですけどもね。まあでも1週間に2万円使ったと計算すると1ヶ月で8万円。まあうちはね、スーパーで毎月毎月10万円ぐらい消費してんじゃないかなと思うんですよね。まあ冷凍食品なりスーパーで買えるような日用雑貨もあるんで、それも込みでなんですけども、あとちょっとね、ダメージといいますか、これは結構コンスタントに買うよねっていうのが、まあヤマト君のね、お菓子なんですよね。まあこういう風にね、常にお菓子を買って、なんか適当なこう入れ物に入れてるんですけども、この中で1日3個選んで食べてもらってるんですよ。結構これがね、お菓子の値段が値上がりしてましたね。まあ、可処分所得を圧迫してるなと思います。で、あとは、支出に対しての、今度は、稼ぎなんですけども、まあ、私の例ではないんですけども、これは。社会一般的に、60歳まで働いて、年金を受け取る。60歳から年金を受け取るっていうふうな、形がね、従来のものだったんですけども、年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられるんですよね。これがほぼ決まりで、あると60歳で、まあ、仕事を定年して65歳から年金支給ってことになると、この60から65歳までの間って貯金を切り崩してやっていく期間になるんですよね。でも恐ろしいのが、年金支給年齢が65なんだけども、年金の支払いの終わりが60だったものが、65歳まで年金払いやって形になって、5年間。で、金額にしてだいたい100万円ぐらいが、年金の支払い金額が値上がりしてるんですよね。値上がりするんですよ。で、そうなると、60歳で辞めれるんだけども、65歳まで働きながら、年金を払いながら年金の支払いを待つみたいな、まあ、そういった期間になるんですよね。なかなか人生がね、豊かに過ごせる時っていうのが、後ろに行っちゃいますよ。だから私もね、今52になろうとしてるんですけども、60歳から年金受け取れるはずなのに、もう65歳からですよ。で、60歳まで年金払えばいいのかなと思ったら、65歳まで払えってことなんですよ。なんともね、言えないですよね。ちなみに私、前歯が欠けてましてね、長い間。ご存知だと思いますけども。ちょっと今歯医者行ってるんですけども、ここもね、いい加減私メンテナンスしようと思ってるんですよ。やっぱね、前歯が欠けてるとね、嫌だなと思いまして、不潔っぽく見えてもいけないんでね、ちゃんと丁寧にやっていこうかと思います。ちょっと長い間放置していたんですけどもね、もう看過できないと。この欠けたところからもっとね、幅が広がってもいけないですしね。まあ、ヤマト君も私の前歯が欠けてるのをね、意識してますからね、今ね。やっぱりこう、あるべき姿に自分の見た目を戻したいなと思いますね。はい。それでね、さまざまお金のこと申し上げましたけども、社会保険料も1万2000円ほど値上げなんですよ。なんでやねんと思うでしょう。なんか、子育て支援金みたいな感じでね。支援金って言ったらまるで私たちがもらえるみたいになりますけども、もらえないんですよ。分取られちゃうんですよ。誰を支援するのかよくわかりませんけどね。というのが、払った分だけリターンがあるかっていうと、リターンがほとんどないんですよね、これ。だから、回収して吸い上げるだけで、じゃあどこに払われてるのかわかんないっていうのがね、この子育て支援金ってやつで、
少子高齢化対策のために何とかって言いますけども、結局少子高齢化対策を考えたり何らかのアクションをする中間団体にお金が貯まるだけであって、実際に子育てをしている人のところには、まあ、微対一も回ってこないっていうのはね、その現実だということなんですよ。で、さらに今あの岸田総理がアメリカの方行ってますけどもね、あのアメリカでとある宣言をするんですよ。それは日本もやっとこれで戦争ができる一流国の仲間入りをしたんだっていう宣言をするそうです。日本がついに戦争ができる国になってしまった。それが一流国の仲間入りだそうなんですよ。だからイスラエルの戦争も支援するし、あれですよね、ウクライナの戦争支援もしてるしってことで、世界中にね、戦争に関する資金を配り歩いてる国で、ピカイチが日本なんですよね。いつの間にかこうなっちゃいましたね。私たちには何かできないんですかね。まあ、とりあえずこのまんま、まあ、自民党が頭にいると私たちの暮らしはどんどん不幸になるばっかりだなと思っちゃうところでございました。ただ単にスーパーの会計が値上がりするだけじゃなくって、私たちの支払ったお金が誰かを、ね、殺すための原資になっているってところとね、あと武器輸出三原則っていうのがありましたけども、もうね、日本の重工業、三井、住友、その他もう海外にミサイルや戦闘機を輸出し始めるわけですよ。なんか兵器生産国日本になっちゃいますね。一体どうなっちゃうんでしょうか。そして私たちは何ができるんでしょうか。なんかそんなことを思いながらね、今日も4月10日をスタートしていきましょう。それじゃあ、いってらっしゃい。